純度のジェイドだと。そう、ちょっと必要になって用意できないかしら。ヘンデコーが手を尽くして探していたものだぞ。簡単に言ってくれるな。ああ、それがあったわね。以前盗賊から手に入れたジェイドはヘンデコーの遺品にはなかったの？残念ながらな。じゃあやっぱり新たに探す必要があるわね。魔導書の修復にでも使うのか。あら、誰にも話していないのに詳しいのね。禁呪法に触れると正気を失うという伝承がある。関わるのはやめておけ。あ、いたいた、リアズ。アイゼ、なぜここに？ワルターが困っているから相談に乗ってくれって言うからさ。ワルター、どういうつもりだ？私の研究はブルーフォックスのためになるんだもの。だから彼女とちょっと話したの。アイゼ、ワルターは自分のためだけにやっているぞ。あら、ひどい。リアズは相変わらずひねくれてるな。こんなところまで来て暇なんでしょ？手伝ってあげなよ。ですってよ。ちゃんと探してくれるとは思わなかったわ、リアズ。これ以上あれこれと引っかき回されるのはごめんだからな。みんな、何か来るよ。これは味？盗賊団がジェイドを溜め込んでいるんじゃなかったの？高純度のジェイドに長く触れて影響を受けたんでしょ、バカな奴ら。すごい量のアジンだね。橋もたくさんあって進みづらそう。殲滅と占領を繰り返すしかなさそうだな。ワルタ、悪いがジェイドは後回しだ。仕方がないわね。ほら、さっさと片付けましょう。
ていたワイバーンが逃げ出してる。ここまで無法地帯になるなんてね。お前もこうならないとは限らないんだぞ。あんなバカたちと一緒にしないでくれる？今行く。わかった。了解。速やかに向かう。私の力見せてあげる。ほら、回復してあげるわ。そこがいい判断だ。そこに向かう。味方だ。目に物見せてやる。仕掛ける。次だ。そこがいい判断だ。速やかに。了解。仕掛ける。うちの橋が降りるんじゃないの？面倒だが、体勢を整えるにはちょうどいい。準備ができたらあちらへ向かうぞ。速やかに向かう。速やかに向かう。
了解。目に物見せてやる。仕掛ける。ドラフィーと侮ったな。分かった。目に物見せてやる。仕掛ける。リッチ上がり。向こうで今行く。目にも見せてやる。仕掛ける。傭兵と侮ったな。速やかに向かう。ほら、回復してあげるわ。わかったわ。目にも見せてやる。仕掛ける。あれが最後かしら。みたいだね。アイゼン、大丈夫か。こんなにたくさんのアジンと戦ったのは初めてだから、少し疲れたよ。でも大丈夫。なんとかしないと周辺に被害が出るからね。そう、それじゃあ最後までしっかり働いてもらうわよ。了解。ほら、回復してあげるわ。そこがいい判断だ。速やかに向かう。そこに向かう。了解。そこがいい判断だ。ターゲット確認です。
今行く。分かったわ。了解。今行く。目に物見せてやる。仕掛ける。早く僕たちが来てたら、この人たちを助けることができたかな。さあね、結局同じことになったと思うけど。僕は諦めたくないよ。まあいいんじゃない、あなたはそれでも。魔導書の修復は順調だけど、何か足りない。このまま普通の道具として仕上げてしまうのはつまらない。それらしく飾り付けてみるのも面白そうだけど。そう、そうね。この魔導書の格を上げる素材、それは魂。構いすぎてへそを曲げられても困るから、今回はそっとしておきましょうか。ある意味では面白いことを話しそうだけど、今はそんな気分じゃないわ。あれに話してもね。やっぱり新たな装備は試してみないとね。どんな風になったのかしら。討伐依頼を受けて、その魂を魔導書に捧げれば無駄がないわね。そうと決まれば、誰か適当に捕まえて自主的に協力してもらいましょう。あら、
こんにちは。どうしたの？あなたみたいな人にとってここはそんなに面白い場所ではないと思うのだけれど。雰囲気が上と違うから新鮮で楽しいよ。そう。ああ、そうだわ。相談したいことがあったの。聞いてくれる？ワルターが僕に？最近いろいろ話してくれて嬉しいな。どうしたの？個人的な知り合いから依頼を受けてね。帝国の艦長の討伐をしてくれって。艦長ってことは王国を探ってるんだね。そう。で、その艦長は王国人らしいのよ。だから秘密裏に始末したくて私に話が来たってわけ。なるほど、分かったよ。その討伐任務を手伝えばいいんだね。その通り。話が早くて助かるわ。王国のためになることだったら任せてよ。頼りにしてるわ。